俺行きますよ。混ぜそば、麺屋武蔵。ね、麺屋武蔵ってね、新宿行列店だったとこですけどね。そこの混ぜそば、コラボした混ぜそばを、この、極太麺ですね。つけ麺用の麺を使って、作ってみたいと思います。まあ、暑いからね、やっぱね、ちょっとね、冷たいやつ行きたいんですよね。ちょっと行ってみます。できました。麺屋武蔵の混ぜそばですね。ちょっとこれを、行ってみようかなと思います。ちょっと冷たくしてみました。つけ麺の麺を極太麺使ってみたんですけど、これ行ってみたいと思います。じゃあ今日はクリア朝日いきます。美味しい。冷たいですね。じゃあこの麺屋武蔵の混ぜ麺というのは初めてなんですけど、そのまんま行ってみます。混ぜ麺の麺。いきます。うまっ。麺屋武蔵の味しますよ。うまい。ます。やっぱこのなんだろう。この麺がね、太麺にして正解ですね。これうまいな。なんすかね。いや、麺屋武蔵ですよ。これはまさに。うまい。なんか想像を超えてきました、これ。うん。ああ、このシリーズいけるならうまい。じゃあ最後にいきます。よく食べます。うまい。なんかね、今日は栄養が使えないんですよね、電話がね。そうですね、うちで使ってんのも回線が au、 格安 SIM なんですけどね、回線が au なんでね、繋がんないっす。これテロですね、多分ね。ロシアのせいです、これはきっと。まあ、昨日シュガーあったんで、シュガーの話は後でしますけど、シュガーよりもっていう感じの皆さんのね、LINE で来てたのが、やっぱモネちゃんのことなんですよね。モネちゃんが選手部落にね、出れないっていうのがね、血が割とこう衝撃が大きいというかね。新型コロナウイルスに感染した上白石モネが1日インスタグラムを更新、中止となっていた出演舞台千と千尋の神隠しの千秋楽の上演が決まったことを受け思いを綴ったと。上白石は公演の台本を写した写真とともに、不測の事態の中、最後の最後まであらゆる手段を検討調整して今できる最善へと導いてくださったことに心から感謝申し上げますとコメント。様々な思いが頭を巡りますが、心を寄せてくださる方々の優しさに励まされ、今は前を向いています。再び幕を上げるまで奔走するカンパニーの一員として、心は共に劇場にあります。大千秋楽の日までどうぞよろしくお願いしますと記したと。4日の公演は千尋役上白石萌音に加わり橋本環奈が務め、湯婆婆の役を僕、ロミさんに代わって夏木マリが演じるってことね。だからまあ前ね、ちょっと前に、カンナちゃんがなった時、代わりにモネちゃんがやったのと同じような感じなんですけど、違いは、千秋楽っていうね、大きいところであって、もその中の一番の大きいのは、やっぱ配信だったんですよね。昨日の今日なんで、今日いろいろとまた変わってるんですよね。舞台、千と千尋の神隠し。7月3日12時の開演が中止になった。そこも本当は配信する予定だったんですよね。で、合わせて4日12時の開演の千秋楽が共演キャストの一部変更の上上演されることが明らかになった。そこがモネちゃんの予定だったのがカンナちゃんに入る。だから千秋楽1回しかできないってことなんですよね。モネちゃん、カンナちゃんバージョンがやる予定だったのがカンナちゃんのみと。基本の通り、本作の名古屋公演は6月22日にスタートしたが、新型コロナウイルスの影響で25日から明日の7月2日、だ今日か、今日までの11公演が中止に。4日ね、7月4日の12時の開演の千秋楽では、上白石萌音に代わって橋本環奈が千尋役を、パクロミに代わって夏木マリがユバーバ、ゼニバー役を演じると。また、7月3日12時の開演会と4日12時開演会が風流ストアにて生配信される予定だったが、公演中止とキャスト変更に伴い配信内容変更、
3日12時から東京帝国劇場に収録された上白石萌音と僕ロミが出演した回が配信され、4日12時からは今回の千秋楽がライブ配信される。だからライブ配信されるのはカンナちゃんの一つのみってことですね。もともとは萌音ちゃんバージョン、カンナちゃんバージョンで大千秋楽の配信予定だったんですけど、萌音ちゃんの方は中止と。で、カンナちゃんだけってことですよね。だから何があるか分かんないですよね。最後の最後の本当どんでん返しだと思います。本当、事実は小説より来ないですよね。ずっと突っ走ってきたね、モネちゃんがね、最後の最後でこれっていうのがね、いや、びっくりですよ。で、視聴料金はいずれも税込み5500円。いずれも6日17時まで見逃し配信が行われる。だから、まあ、見逃しも見れるってことね。なお配信内容の変更に伴いすでに視聴チケットを購入していた全ユーザーの対象に払い戻しを実施、詳細は風流ストアの公式サイトで確認しましょうということなんですけど、まあ、僕もその何があるかわからなくてまだ買ってなくて、先ほどですかね、風流ストアログインして、確かね、今日の12時からなんですよ。今13時か。7月3日12時公演、東北劇帝国劇場公演収録バージョンっていうのもありますね。上白石萌音です。これを購入するかどうか今迷っている最中です。まあ欲を言えば切りないんですけどね、やっぱり欲を言えば、やっぱり千秋楽、大千秋楽でのライブ配信を見たかったっていうのは、やっぱ僕ではなくてもあると思うんですね。そういう声が結構多かったんで、僕の LINE にね。これ、あとなんかちょっと今、なんとなく思ってるのは、その、3月の公演とかを撮ってたってことは、後々なんかこれ DVD とかにね、する予定だったのかなっていうふうに思ったりとかしてるんですけど、ただ僕 DVD って言ったところでね、かける機会がないので、配信買った方がいいんですよ。だから配信で見るだろうなっていう気持ちが今7割ぐらい、7、7、8割ぐらいまで来てるんで。まあでも多分、今の僕の今 YouTube を取り置いて編集終わったら多分、風流の購入ボタンを押してると思います。皆さんもね、いろんな意見があると思うんですよね。いや、ちょっとやっぱり、千秋楽見たかったなって迷ってますよっていう意見の人もいるし、いやもう絶対これは、モネちゃんを見たいから、帝国劇場を見ますっていう人だっているしね。いろんな意見はあると思うんだけど、まあ、それぐらいなんかね、ちょっとね、予想だにしないことも起きてるなって感じですかね。まあでもなんかこのコメント、モネちゃんが出したコメントを見る限りでは、モネちゃん自体はもうね、まあ、受け入れてる感があるので、でも元気そうだし、それは何よりも良かったなと思ってます。あとはもうこれを購入ボタンを押すかどうかっていうところの今、気持ちまで来てるっていうところですかね。まあそんな感じです。